館です。マリテンです。はい、税理士の沖です。はい、引き続き税理士沖先生にお越しいただいております。まだいます。よろしくお願いします。もっと気になることいっぱいあるんで。ああね、皆さんいろいろ質問を、ね、いただいているようなので、ちょっとね、めちゃくちゃの税金に関する質問来ているので、うん、どっと聞いてしまいたいなと今日思っておりまして、はい、どっと濃いですよ。はい、はい、早速いいですか。はい、どうぞじゃあまず1つ目、風俗嬢は源泉徴収されているんでしょうか。確定申告は必要なんでしょうか。これは一番聞きたいですね、はい、皆さん、これ風俗嬢は実はですね、源泉徴収されてない。そうですよね。これがね、源泉徴収ってね、業種限定なんですよ。はい、例えばお水ですね、キャバクラ嬢さん、銀座のクラブとか、そっちの方は実は源泉徴収されてるんです、うんうんうん、でこれね、国が最初に決めた制度で、まあ、銀座のクラブを前提としてね作ったらしいんです、うん、そこで、ね、プロの要はコンパニオンね、はい、に対して源泉徴収転引きしようっていう風に決めてるから、うん、まあ、当時デリヘルとかないじゃないですか、昭和の時代 ね、うん、でまあ、ショップあったと思うんだけど、うん、もうそっちは覗かれてるというか、もうプロのコンパニオンっていうことになってるんだよ、もうちょっと外れてくるエリアなんですね、うんうん、なのでもちろんソープ嬢さん、デリヘル嬢さん、風俗嬢さんの皆さん、源泉徴収はされてない、する必要がない。結構聞かれるのが、うん、お店が多分税金払ってると思うんですよ、みたいな、すごい、例えば雑費が引かれてるっていうのと勘違いされてる方、その辺税金入ってんでしょどうせって思ってる方いっぱいいると思うんですけど、そこには入っていません、うん、ということは、確定申告は必要ってことですね。いいのがね、皆さんあれですね、お店に入った時にね、あ、雇われたんだお店にって思う子もいっぱいいると思うんですけど、うん、これ風俗嬢さんももちろんお店の方もそうなんですけど、うん、個人事業主なんですよ。はい、いわゆる業務委託契約っていうので、うん、実は雇われてるんではないです、うんうんうん、自分で事業やってる人っていう形、うん、まあ、じゃあ取引先というか外注先というか、そういうことですね。そうですね。なのでそうすると自分で事業やってるってことは確定申告が必要になってきます。お店は何もやらない。なので、あのお店からもらってる金額、いわゆる売上って呼ばれるものも自分でつけておかなきゃいけないし、それにかかってる経費っていうのもちょっと領収書取っておく必要が出てくるということですね。ありがとうございます。次の質問に行きます。税金ってどれぐらいになるんですかという気になりますね、うん、税金って確定申告しなきゃいけないんだ、するか、でも、うん、いくらになるかなみたいな、そうですよ、もうなんか全部持ってかれちゃうんじゃないかとか結構思う子多いなんですよね、うん、そうですね、うん、まあ、これざっくりいくと、はい、例えば年間500万円くらいね、うん、店からもらってる子だと、うん、経費がまあ半分くらいあるかな、250万くらいあるかな、うん、利益が250万出ましたね、はい、となるとまあ 2,3 割くらいかな、うん、250万の 2,3 割、うん、それ住民税も含めっていう形ですけど、要はね、確定申告するときってまずは所得税の確定申告をするんですね、はい、その時はもうちょっと少ない額なんですけど、その所得税の確定申告をするとお住まいの方もね、東京都だと23区の方の区役所、うん、から後でまた通知が来て、さらに住民税いくらですよっていうのもあるわけです、はいはい、ますね、うん、そうですね、所得税と住民税2つあるので結構やっぱり、うん、合わせるとおうっていう、まあ、確かに確かになってくるかなっていう感じですね、まあ、ちょっと今ね多めに言ってはいますけど、うん、これあの経費がいっぱいある方はもっと違うし、あ、経費もっと全然ないよって方はもっとだしっていう形にはなってきます。だから500万丸々ね売り上げがあって経費全くないよっていう子はもっとちょっと、ね、そっか、もうちょっと税金が高くなってくる可能性はあるっていうことです ね、はい、うん、ありがとうございます。確定申告についての質問なんですが、うんうん、はい、あ、親バレしちゃうんじゃないのという、これもよくね聞かれますけれども、確定申告をねご実家の住所で、うん、じゃあやりましょうと、住民票移動してない子多いと思う、あ、うんうん、それってもう確定申告したからといって税務署が電話があるかっていうとそんなことはないはいです、はいはい、で郵便で通知もあの例えば翌年度に申告書が届くことあっても、うん、まだその通知が届くだけです、うん、で親がたとえ例えば開けちゃったとしても、うん、そこに風俗嬢ですよっていうのはどこにも書いてません、っていうのがですね、確定申告するときに例えば我々税理士に依頼するときは、うん、風俗嬢とはもちろん書きません、うん、例えばよくあのサービス業とか、うん、業務委託とか、はい、ちょっとぼやかしてもちろん書くんですね、うん、そういう風に明らかになることはないんです、うん、で税務署から通知が行くものに業
領収が書いてあるものは一つもありません。あとはお昼のね仕事の先にバレちゃう、うん、そうですね、うん、それの場合は例えばお昼の仕事のところで住民税転引されてる方いっぱいいると思うんですよ、うんうんうん、なんかもらえますよね、この数字もらえます、ね、いくら引いてるよみたいな、そうそう月々いくら引くよっていうのもらえます、うん、6月ぐらいにね、うん、で風俗の仕事をしてるか確定申告しました、うん、その分の所得がバレるかってなると実はその分の副業の分だけ住民税別にしてくださいっていうチェックマークを、ね、うん、あの確定申告書の第2表っていうところに下の方にチェックマーク入れると、うん、あの会社の方に通知が行かずに副業の分だけの住民税は自宅に届くような形になります、うん、これはもうあの会社に合算して住民税が行くことはないのでバレることはないということですね、まあ、その住民税がその会社の計算と異なってたらもう明らかに何かが、うん、何かが動いてるってことね、あらすごいいっぱい稼いでるんだみたいなねバレてしまいますからもう必ずチェック申告しないとどうなりますか、うん、ペナルティとかはどういうことがあるんですか、うん、申告義務はもちろんねあるんですけれども、はい、例えばじゃあ申告しないで3年経ったねっていう時に、うん、お店のところに税務調査が入って、うん、じゃあこういう女の子にいくら払ってますねっていうのが調べがついて、うんうん、そこから女の子にあの税務調査が行くってことはあります。出ました。それもねちょっとね質問で来ていたんですけど、うん、それでバレるっていうことが結構一番多いんですかね。そう、それでバレるのが一番多いっていうのが、うん、皆さん現地で働いてらっしゃる、はい、働いてるというか、まあ、業務委託としてやってらっしゃると思うので、うん、あのすぐにこう本名と紐づくかっていうとなかなかそこが難しくてですね、うん、ってなるとお店の側は本名はね知ってますね、うん、名簿あると思うので、はい、そうするとそこから行く可能性はあります。なるほど、はい、結構そこまで調べるものなんですか。うん、そうですね、やっぱり稼いでる子に関してはあるでしょうね、うん、やっぱそこから国もお金はね納税はしてもらいたいです。もちろんそこからこう、うん、取れるだろうって分かってしまえば、うん、疲れる可能性はある。そうですね。で例えばじゃあ確定申告ほらしてないでしょしてくださいって言った時に大体ね3年分します、うん、3年分してくださいと言われます、うん、または、はい、あまりにも目立ってると5年分とかっていう時もあります、うん、その時にね皆さんひょっとして風俗やめてるかもしれない、結婚してるかもしれない、みたいになりますね、うん、それは怖い。思いっきり遅れて申告をするわけなんですよ、はいはい、でそうするとペナルティいっぱいあります。確かに心配されている、はいはい、罰金みたいなやつですね、うん、それはどのぐらいこう重いものなんですか、うん、そうそう最大ねもう悪質だってなると、うん、例えば4割ぐらい。4割、うん、え何の4割ですか。あ本税、もともと納めるべき税額の。なるほど、じゃあ 140% 払う、うん、っていう時があるかもしれないってことですね。ひー悪質だってなるとですね。なるほど、そういう時も結構重いですね。将来のために払うっていうものになりますかね。そうですね、あの将来のためになんとか今ねじゃあ納税するの嫌だけどやろうかっていう風にねやっていくとすごく安心です将来、うん、ありがとうございます、はい、次なんですが、申告してお店に迷惑かかったりしないの。はい、これよく聞かれますね、うん、でお店側がなんならするなって言ってくるところ。そうなんですよね、結構聞きますよやっぱり。でもねお店に迷惑かかること実際ないんですよ、うんうん、お店の名前を書くわけでもない。確かに確かに、そんな欄はないですからね。財前金そう在籍店わざわざ書くならあれですけどね、うん、自分の住んでるところで確定申告をしますので、うんはい、これがお店通知が行くわけもない。そうですよね、はい、繋がるはずがないですよね、書かないなら、うん、そこは特にお店にねやるなって言われたから、うん、やないでいいかっていうのじゃなくて、うん、あの自己責任で売上集計して経費は集めていくのやった方がいいと思います、うん、やったとも言わない方がいいですよ、うん、やってるのが正義ですからね、うんうん、本当はね、はい、ありがとうございます、はい、次の質問なんですが、はい、税務調査本当に来るもんなんですか。実はですね今まで個人の方入るの少なかったんですね、はい、去年あたりまではね、うん、去年の年末から今年の前半多いですね。それはあれですかパンデミックが終わってとかそういうこと。そう、うん、そう税務調査ね確かにあのコロナの時代とかなかったんですね、うんうん、法人も個人も両方ともね、うん、で個人は特になかったのが、うん、多分ですけれどもインボイス制度が始まるっていうのの様子見だと思います、はいうん、だから所得の高い方中心ではありますけれども結構調査は入りました。動いてるわけですね。はい、ちょっと覚えてますね。でも所得が高い人めっちゃ稼いでる人じゃなかったら来ないですよね。ああ来ないとは言えないですね。一回様子見ってあるんですよ。どうして例えばじゃあ確定申告何年かやってて、うん、まあまあそこそこ、うん、じゃあ1000万とかいっちゃってるとかだと可能性はあると思います、うんうん、これね皆さん風俗嬢さんでいらっしゃる前提だと、この間多かったのはですね、うん、飲食系そう、うん、キャバクラ系とか、うん、そっち系だと結構ありました、うん、だからちょっとそこら辺は少し覚悟しておいた方がいいかな。特に1000万円以上稼ぐ方
あの1000万ってね、何かっていうと消費税も関係してくるので。そうだ、さっきインボイスのあれで学びましたね。はい、そうですね。なのでこれからインボイス始まると、そっちの納税に関してもそうだし、所得税に関してもそうなので、うん、次なんですが、はい、インボイスで全員確定申告が必要になる、うん、でしょうか。はい、ですね。まあそもそもね、あのまっすぐ言うと確定申告もさしなきゃいけない立場ではありますね、うん、で、あのインボイスの時代が来る前は、あの消費税の話が関係なかった国が多かったわけですね、うんうん、消費税の納税義務もちろんないのでいいんですが、うん、所得税の納税義務もあるわけです、うん、で、売上と経費集計してなんてやらなきゃいけないので、うん、インボイスを度外視したとしても確定申告しなきゃいけない、所得税のは、うん、っていう基本があります、うん、それに加えてインボイスが始まった時にインボイス登録事業者になった方は消費税の納税義務もある、うん、1000万の売上っていうことは関係なくなって、うん、もう課税事業者になってくるので、うん、消費税の確定申告も必要になってくる、うん、っていうことになります、うん、はい、これは繰り返し見ましょうこれね、言葉が繰り返し見ましょう。はい、はい、いただいた質問以上なんですが、はい、他に何かよく聞かれる質問とかあります？いや、これが経費になるかとかがやっぱり多いかな。ちょっとホストの話もしたのであれですけど、うんうん、ホストなんかはもちろん全額入れるっていうのはタブーなんですけど、うんうん、でお友達とちょっとね、あの情報交換で行ったとかそういうのは、うんうん、もちろん入れていいと思うんですね、うんうん、あとは、よく聞かれるのは、あれ性病検査代か、はいはいはい、整形ですね、うん、もちろんそれは入れて全額入れていいと思います、うんうんうん、なんか前回あの動画を撮らせていただいた時、うん、あの経費についての動画もやっているので、うん、まあ、この動画を見ていただいて、うん、まあ、確定申告ちょっとこう明るく考えてみようかなって思った方は、うん、ぜひそっちの動画も見ていただければと思いますし、沖、うん、先生の事務所でも新しいご相談受け付けているそうなので、うん、よかったらそちらもチェックをしてみてください。はい、はい、はい、ということで今回なかなかね聞けない税金のお話、はい、あのこんなにカジュアルに聞いてしまっていいのかっていう感じだったんですが、とてもためになるお時間でした。ありがとうございます。ありがとうございます。それではこの動画面白いと思った方は高評価、チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。またお会いしましょう。はーい、じゃあねー、バイバーイ。